120度っていうのは安全であることとその速度のいい妥協点。100度に予熱する間に卵を割りましょう。バターを溶かし、卵を落として、100度でいい。これはマギーキッチンサイエンスに書いてる卵の焼き方で、120度で焼くのが目玉焼きの理想的な焼き方っていう記述から作ったレシピなんですけど、120度だと少し温度が高いのでこのように波打ちますよね、白身が。ただ120度でやると穴が開いたりすることはないんですよ。だからある程度の低い温度でやった方が安全なんですけど、120度っていうのは安全であることとその速度のいい妥協点。温度なんだと思いますね。120度で2分間タイマーが動いております。完成です。出来上がった。